こちらは大阪駅の一つとなり、塚本駅の下りホーム先端から見える場内信号機。信号間庫位置表には構内第二閉塞信号機を表す構2と表記されています。構内閉塞信号機とは、停車場の構内に設置された閉塞信号機のことです。塚本駅信号場の配線を見てみましょう。下り線のみ、旅客駅部分は停留所扱いとなっており、場内信号機と出発信号機の間に構内閉塞信号機が設置されているのが特徴的です。それでは実際に見てみましょう。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。